ね、ね、まだ寝れないから、やっきちゃった。ワン。ワン、ワンがいます。寝れなくて来ちゃった。あー寝れなくて来ちゃったよ。一人暮らしじゃないよ。おやす、てんてんてん。やめてくれよー見てくれよー。18歳です。なんす、18歳。なことお揃いの。クラフトホリック。クラフトホリック。クーが寝てるね。がクーですはい、メイクしたのかわいいの、落としてないの、これ終わったら落とす。うん、一緒に夜更かし幸せだって。嬉しい、私も幸せ、ありがとう、やった、嬉しいですな。おっと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 。また来たよ、だって。ありがとう、イェーイ。嬉しい。みんな多分寝てそう。夜更かしちゃいないんかな。乃木坂工事中見た。おもろいよね。わかる。クーと一緒に寝るの。クーはいつもお母さん取れちゃうから、いつもイブかな、ね、イブかな。私がショールームのテンションで一瞬インスタもやってみてって言ったから今日テンション高くなかった、わら、なんか申し訳ないって。楽しかった、夜行性だからイエーイって感じで、とても楽しかったです。やった、いっぱい、ゆふかちちゃんいっぱいですね、嬉しいですね。お風呂で見てましたって、やった、嬉しいけど携帯落とさんようにね。私もよくお風呂に携帯持ち込む、音楽かけて入ってます福岡に住んでるんだけど、いまだにみくちゃん見かけれない。嘘、多分気づかないだけだよ、それは。眠いけど大丈夫だって。何それ、優しい。いつもなら寝る時間だけど今日は眠くないだって、優しい。本当か、それは嬉しいな。初見でしたって、やった、ありがとうございます、やっとチョキやって、ありがとう。最近カラコンつけてない、はてな、カラコンつけてない。あのリノちゃんにもらったやつはもうね、使い切ったから、それからもうつけてない夜のテンションぶっ壊れて草だって、イエーイ、草大好き、嬉しい。ミクイン推しになっても、はい、ぜひミクイン推しになってください。握手会行ったことないんだけど、どんな感じ。ずっと48好きだけど、なかなか行け、ミクは割と友達感覚。クリスがなんか食べた。私は割と友達感覚って言われる、ありがとうって。友達、なんかテンション高いぬ、テンション高すぎ、高すぎさん、テンション高すぎさんです。草めっちゃ草生やしとるやん、フィーカー草大好きとか適当なこと言っちゃったから、草生やし、めっちゃ草くるんだけど、やったやった、脱走だって言っちゃった雑草だ、イエーイ、ウサギは草が大好き、やったー。そう、いやね、涙袋すごくないだ、嘘、あ、確か、うん、まあまあ、夜はいつもぷっくりしちゃうよ。勉強しろって言ってください、もうこんな時間だけど言いますよ、勉強しろ、こんなインスタライブ見ないで勉強しろよ、口
怖い、こんな可愛いフィルターつけてんのにめっちゃ怖い。 TikTok 見てます。 TikTok のコメントを読んでますか。読んでるよ、ありがとう。ミクだって、あ、お姉ちゃんだ、お姉ちゃん、さっきごめんだって。え、もう終わったの、気づかなかったって。え、どういうこと、それはよくわかんないけれども、あ、全然、あ、そういうこと、全然、お姉ちゃん、ねえ、ちょっとメルちゃん聞いて、ミクは今からメイちゃんのモノマネするから、ちょっとジブリ推しのメルちゃんが似てるか当てて、いくよ、やるからね、聞いてて、コラボしようだって。え、しよう、ちょっと来て、ちょっとまず、じゃあちょっと披露させて、いくよ。お姉ちゃん見てね、真っ黒クロスケだー、ここにも見て、真っ黒クロスケ、あくびしちゃった、あくびしちゃった。ジブリ推しとは、あ、ディズニー推しでしたね、メルさんは。メルちゃんのあれが見たいな。これはさ、どこ、ここか。めーめー、これ真っ黒クロスケのおばあちゃん、メルちゃんって言ってます。あ、メルちゃん。それあれじゃん、おばちゃんのやつじゃん。そうそうそう、おばあちゃんのやつ。ねえ見て、ちゃんと私フィルターもね、やったんだよ。可愛いね、隠してる、ちゃんと。パボデキュ、パボデキュ、スピン、パブちゃんなの、スピン、うん、スピンだよ、寝る前で。めっちゃ可愛い、可愛い、ベッドの中にいるんだよ、可愛い。めいちゃん前髪伸びたね。伸びたよ、どうしようね、本当に。え、切ってるの自分で。あ、切ってるの、え、切ってるの、ミクは逆に。うん、切ってる自分で。なんか薄くしたの、見て。うん、上手だね。私自分で切れないからさ、どうしようと思ってさ、こんな。めいちゃんこうなりそう。バカにしてんな。バレた、バレた。え、さっきさ、リクエストしてたよね、コラボ、ね、ごめん、気づかんかったしな、ね、それをさ、ずっとしりとりしてた。え、ちゃんずっとしりとりしてた。そう、友達としりとりしてた。あのさ、うん、リモートしりとりさ、めっちゃ難しかったよね。え、ミック、マジで、全部メモった。メモってた、赤。そう、アイスとか。え、ミクのせいで終わってはない？エミリーかな、エミリーって確か終わった。あ、するよかった。でもなんかもう負けちゃって、もうガチで勝ちに行ってたから、めっちゃ身削った。だって5万円だもんね。え、エミリーがさ、ルナルナって言ったんよ。ルナルナってなんだっけ、なんか調べたら分かる。ルナルナって言って、その後なじゃん、うん、ミクが生ゴミって言って生ゴミ移したの。あ、生ゴミ移したの、生ゴミ。したらさ、あのさ、裏でさ、言ってくれるスタッフさんいるじゃん。うん、先生ね。自分のできる、そこまでやらない、自分のできる範囲で、身を削らない感じでお願いしますってめっちゃ言われた。身を削らない感じ。身をガンガン削りまくった。ひやひや。うん。え、姉ちゃんは誰で踊りました？小説、はるちゃん？小説をやってた。私小説？そう、小説があるからさ、題名とかでさ、うん、結構ね、答えられるのよ、本で。あ、そういうことね。そう、だから割と良いんよ。でもね、まいちゃんがね、まいちゃんがなんか、ミスりそう。やらかしそう。まいちゃんやらかしそう。まいちゃんが。必ずさ、グループ、キレさ一人はいるよね。ミクたちはユーナがやらかしそうって話してた。え、サイじゃなくて？うん、サイちゃんじゃなくて、ユーナが意外とやらかしそうだねって話してた。マイちゃんは、あ、タンスのゲームで？そう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 。で、うんついてた。おぉ。で、キレさんの見ました？見た。なんとも。ね。うん。おもろかったなぁ。そうそうそう、最初なのにさ。
めっちゃおもろかった、あれ。めっちゃおもろかった。で誰だとさすがにメルちゃんがお姉さんか。まあね。そう、お姉ちゃん。うん。あれ、ディズニー行きたい。ね、行きたいね。コスパ良さそう、メルちゃんと言ったら、ディズニー。コスパいいって言っちゃい方変でね。すごい、時間が決まってあるじゃん。その決まってる時間ですごく楽しませてくれそう。そう、私、あの、3時間で楽しませられる女だから。時間がどれだけ短くても楽しませられる自信ある。モノマネがめっちゃうまいの、やってほしい。いいよ。うわ、久しぶりにやるわ。ニューヨーク市保存協会が出演するドワーブテラのツアーへようこそ。あ、あ、誕生日ですか今日。はい、そうなんです。あ、ハッピーバースデー。お誕生日シール書きますね。ハッピーバースデー、素敵な一日を。すごい、本物やん。やば。働けちゃうね。うん。働きたい。あ、ポップコーンですね。レギュラーサイズとボックスどっちにしますか？あ、レギュラーサイズですね。はい。あ、じゃあ400円です。あ、はい、ね、ほんと、え、お、ほんとの値段ですか？ほんと値段です。すごっ。プロってる。うん、プロってる。プロってる。これ私は、あれが得意。あの、芦田愛菜ちゃん。やって。あのね、芦田愛菜だよあのね、メルちゃんと仲良くなったの。でさ、芦田愛菜さんではなくて、芦田愛菜さんの真似をしてる八代優さんのものあのね、八代優だよ。あのね、あのね、あのね、芦田愛菜だよ。寝れないのあのね、こんな時間になったのにね、寝れないの。あのね、音声なの、あのあの八代優さんのものものうまい。うん、昔のマナちゃん。かわいいっすよね。芦田愛菜さんは大先輩やからな、うちらの。ね。いや、もうほんと、芸歴が。まず、森の時代からもう、好きやったな。好きやったな。え、バブバブ、それつけるのかわいいって。まあ、まあ、お兄ちゃん、バブバブだよっていうやつ。やっぱそういうとこあるよね。やっぱ電波さ悪くなっちゃうよね。何してたの今日は。家で。家で何してたっけ。ご飯、料理、ご飯作って、あ、 TikTok とか撮って、うん、最近ご飯作ってるよね。そう、めっちゃご飯作ってる。なんか自分で食べてるの？ね、太るからお父さんに食べさせたりしてる。えらい。そう、今日は何食べたの？今日っていうか、まあ、昨日っていうか今日、まあ、昨日でいいや。今日ハンバーグ。ハンバーグ食べたの？うん。かわいい。ハンバーグ！チーズ入れた？チーズ入れてない。チーズハンバーグが美味しいじゃん。うん、わかりみー。じゃあさ、和風おろしポン酢とかでもいいよね。ああ、最後、デミグラスやったな。うん。いろがら夜に。これが自粛した人の末路です。いやー、自粛しすぎて、もうコロナのせいで疲れてるよね、コロナ疲れ。逆にさ、コロナ疲れ。ね。本当に。本当にだよ。最近。でも肌のツヤだけどんどん良くなる、私。逆に悪くなる。なんで？え、なんかメイクした方が肌の調子いいの。なんかちゃんとスキンケアその分するから。あー、まあ確かにそれはあるよね。うん。お風呂上がりとか何もしやんもんな。え、そうそうそう。まあスピンだったし、いっかみたいな気持ちになっちゃう。そう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 。え、でもなんか食生活が良くなるからすごい肌の調子。うん。食生活めっちゃツルツル。本当に。やばくない？ゆで卵。でもない。むきたての卵の顔しとる。むきたての卵の顔って嬉しくないんだけど。なんとも言えない気持ちになる。どんなスキンケアしてるのだって。え？イソフラボンの化粧水買ったのね。うん。でもイソフラボンいいよね。そう、でもなんか、ヒアルロン酸みたいなの入ってるらしくて、めっちゃドロドロしてるやつだったから逆に保湿されて、
めっちゃいい。よかった。あれ、お風呂上がって3分以内に塗った方が効果的らしいですよ。あ、それね、なんか言うよね。うん、私も聞いたことある。私、あの、ルルルンのさ、パックしてるよ。あの、メイクした時だけね。どうしたの、ミクリ。今、見せれないの、顔。え、だからミクリお風呂入ってないってこと？メイクしてるってこと。やばいじゃん。この後、あ、この後、でも夜行性だから。全然平気なの。今日ね。今日は20時22分にね、お風呂入ったの。で、20時22分。うん。うん、で、22時45分に上がった。2時間も入ってた。やばいね。うん、やば。だから私一番好き、お風呂の時間が。家で。風呂で住んでんじゃん。うん、風呂です。風呂に住んでんじゃん。お風呂に住んでん。やば。実は。え？私の部屋風呂なんだよね。使ってるってことでしょ、だって。ん？お風呂に使ってるってことでしょ、その。そうそうそう、全身浴。声出なかった。あ、ちゃんと水は持ってってるよ。ああ、うん。倒れそう、クラクラしない？だってさ、クラクラするんだけど、私。なんか一回、なんか一回出て、あのシャワーで、冷水浴びてもう一回入ってとかしてる。え、すごい、やばい、マジやばい。でもね、アニメとか見てたら一瞬だよ。ムービー、アニメ集中できんもん。アニメ嫌いになっちゃう、そんな入ってたらもう。なんでよ。だってもう、きついじゃん、それは。そんな、長くて1時間でギリギリ、もう、ほやほや。でもそえ、めっちゃ腰痛くなる。うん。同じ姿勢が続くから、超腰痛いの、今。やば。モカちゃんも2時間入ってるらしいよ、やって。やば。なんなん。日々に笑えなくなっていた。ね、僕の目に映る君は嫌いだ。だってメルちゃん、片弁で勉強しろって怒ってだって。え、難しいこと言うね。なんでインスタライブ見とった？あ、いいじゃん。勉強せんとポンポン丸だよ。いや、先輩だわ。さすが先輩だわ。ポンポン丸だよ。勉強しとらんといかんよって。勉強せんといかんとよとか。いかんよ。いかんとよ。いかんとよ。いかんとよ。あ、姉ちゃん語ってくだって。ええー。いや、鬼滅の刃誰が好きですか？なんか最近、私はアニメだけ見てたときは、もう忍ちゃん一択だったんですよ。うん、ねえ。忍ちゃんめっちゃ可愛いと思って。忍ちゃんってどこが？顔？顔も好きだし、あの仕草といい、あの全体の雰囲気といい、キャラクターそのものがすごく好きで、人柄といい、あれが18歳っていうのもやばいけどね。うん、そうで、ミート同い年じゃん。そうだよ、18歳であれ。ねずこちゃん何歳なんだろう。ねずこ何歳だったかな。でも15とかだった気がする。やばっ。やばいよね。てか、めるちゃんすご、そんな年齢まで知ってるんだ。うん、年齢まで覚えちゃった。そう、忍ちゃん好きだったんだけど、あの、漫画を読み始めて本誌まで行っちゃうと、まあ、これネタバレできないかなも言えないんですけど、本当に、あの、なんか、なんていうの、義勇と、義勇のかっこよさと、うん、そう、猪之助と、あ、言ってたね、あの尊さが増してって、なんかもう、かまぼこ隊がすごい好きって感じ。え、かまぼこ隊って何？かまぼこ隊って言うじゃない、あの、炭治郎と、猪之助と善逸の3人、あのかまぼこボンボンゴンパチロかまぼこ隊って聞いた。そう、かまぼこ隊がすごく好きになるし、加納のことも応援したくなるしっていう、なんかそのもうだね、もうどんどん好きになるよみんな。うん、あれ、あのさ、奇術師なんとかさんいるじゃん。奇物師無惨。うん、奇術師奇物師無駄にさ、顔かっこよくない？え、わかる、わかるよ。だからさ、明らかにもっとさ、もっと、あれでいいのにさ。そう、ってたよな。あれ、ね、そう、意外と、あれで顔整っちゃうと困っちゃうよって感じなんだよ。そうそうそう。格好的にはマイケル・ジャクソンさんなんだけど。マジで。あの、それか、あの、仁義なき戦いの武藤トムさんと、あと格好がマジで。てか、やばい、マイケル・ジャクソン、今日一、おもろい。うん、確かにマイケル・ジャクソン。かっこいいんだよな、気分。めっちゃわかる。ね、いや、あれが悪役じゃなかったら好きだよ、普通。え、って感じ。取れない。赤座とかドーマとかも、あれが鬼じゃなかったら好きなんだけどって感じ。わかる。
映画がマジで楽しみ。ね、楽しみ。絶対泣いちゃうんだけど、もう最近。絶対さ、ねずこちゃんの役さ、今田美桜ちゃんかさ、橋本環奈ちゃん、どっちかやりそう。あ、実写化でってこと？うん。実写化の話をしない方がいいよ、アニオタ怖いから。え、そうなの？そうだよ。あのね、アニメの世界ってね、なんかその、なんか簡単にね、語ったらね、いけないの。すぐ、あの、ガチガチガチ。すぐ、攻撃されるから気をつけな。怖み、でも、み、あるある。ミクの日であるよ。ミクの日？うん、初音ミクさんとかぶってる。あ、なんか攻撃された攻撃された。攻撃されちゃったか。攻撃された。まあ、しょうがない。なんかもう愛が強いから。すごいよ。メルミクラブラブなの好き。そう、ラブラブ。ラブラブラブ。ねえちゃん、ちょっとあれやろう。ちょっと。会えないから。どうした？この、これやって、これ、ここ、こうやって。あ、こうやって。うん、いい感じ、いいか。もうちょっと、なんか、こうかな。こうして。あ、来た。止まっとって。あ、もうちょっとこうか。あ、いい感じ。あ。どう？見て。あ、いい感じ。もうちょっと。いや、もうちょっとしてない？うん。OK。こうか。ープメーカーラーフェーうわ、これがやりたかった。I'm a be like, go away. この歌めっちゃ可愛いんだよ。電話で駆けつけるよって歌。うん。スーパーマンだって勝手に。男目線の歌？わかんない。やっぱり。トゥトゥトゥ。最高。I love you.Call away all the friends say nothing super maker なんだなんだなんだどうしたおどうしたのみくりんどうしたのみくりん最近見たアニメは？ミクの。ミクの最近見たアニメは何？あれ今見てる。うさま、うさ、うまるちゃん。あ、うまる？うん。うまる。そう。うまるちゃんかっこもろい。楽しめようとね。みんなに傷つけないように。今言えば妹ら。確かに、うまる生活だわ、毎日。アイドルじゃなかったら何してた？大学生。大学行ってるね。大学は行くか。みーも絶対大学生だったな。絶対大学生だよ。大学行ってないからな。ね。大学行きたかったな。楽しそう。ねえ、てか、ねえ。楽しそう。みーも大学行きたかった。大学ってめっちゃ友達増えるみたいな聞くからめっちゃ行きたかったな。高校もちゃんと行きたかったな。ちゃんと文化祭とか行ったことないし、ね、私も中学旅行とか、なんか全然ない。思い出 ね中学校中1は1回参加したんだけど、うん、中2中3の体育祭も参加してないし、よしよしよ、中学旅行も行ってないし、なんだ、あ、合唱コンとかも1回もやってないし、なんかお祭りとかも1回もやってないでしょ。文化祭とかやってみたかったな。ね、準備期間があれ楽しそうじゃん。うん、そうなんだよ。だから今これを見てる学生さんは今を楽しんでほしいな、ね。もう意外と恋しくなる。その、うん、何学生時代。文化祭、そう、なんかさ、学校行ってるときはさ、ありがたみわかんないからさ、行きたくないとか思うじゃん。わかる。こんなに忙しいのに寝れたのに行きたくないよとか思ってたけど、今思ったら行っとけばよかったって思うわ。うん、マジで。わかる。学校行ったけばよかったって本当に思う。もっとちゃんとなんか楽しんでけばよかったなみたいな、ね、そう、ちゃんとしとけばよかった。行けるときもなんかさ、もう、うん、行きたくないって思ったときもあったけど、うん、なんか本当うちらは若いときから働いてるからね。それめいちゃんも入ったときめっちゃ若い。中学生11だから同じぐらいじゃない？12歳、11歳？みくみくうん
11で入った。11、12、ミクが1個下か。うわお、でもでもそんなんなんや。そうだよ、12歳からか。次、これはね、そうです最近ずっとゼロやったんやけど、最近フォローし始めましたよ、うん、やったじゃん。子供は早く寝なさいだって。ねえ、ウェイちゃんはさ、どこからが子供でどこからが大人だと思いますか？ちょっと語ってください。私の中では17までは子供で、18から19は子供と大人の中間で、大人が20歳か。だから18、19ってすごい中途半端な時間なんだけど、その2年間ってすっごい大事だと思うの。うん、大人でもない、子供でもないみたいな。ああ確かに、どっちも使っちゃおうみたいなね。そう、いや、その2年間でどう過ごすかによって、うん、この大人の未来が変わる。マジ？うん。クリスタ、なんでどうした？いやどうしたの？どうしたの？ねえ、何？どうしたの？家族が暴れてんだけど。クリスちゃんの足。クリスが連れ去られてる。クリス松村さん。よく言われるそれ。でしょ。ででん、最近ハマっていることはありますか？最近ハマ、ネットフリと、ね、ネット、私もネットフリ見になったんだよ。ね、あ、なった？イエーイ。そう。イエーイ。ネットフリとあれかな、料理、料理。あ、確かに私も料理してる最近。てか家事をやるようになった。なんか、そう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 。カロリー、消費カロリーが少なすぎて、なんか動かなきゃと思ったら、うん、家事しかすることないんだよね、家って。わかるもん、超わかりみー、ね、そう、だから家事をやるようになりましたね、うん、知らんなでも私、人の見た目というか、うん、あって、あ、この人何型だって当てるの得意。え、待って、それさくちゃんも言ってたよ前。え、マジ得意なの？さくちゃん体型当たるの？なんかのね、番組でね、やった朝の番組で。え、めっちゃ得意、大抵当たる。そう、でもさ、それはさ、しゃべ、おお、どうした、喋ったことがあるからとかじゃなくて。え、なんか見た、見てわかる、なんか感じる、読み取る。そう、うん、やば、すごい才能。そう、わかんない、血液型を聞くっていう習慣がないよね。わかる。でもこの質問した人絶対 A 型だよ、わかんないけどA 型の人がね、一番ね、血液型聞いてくんのよ。え、わかるね、自分の。多分ね、A 型の人は、自慢してきませんか？そう、多分、誇りに思ってるんだよ。え、じゃ別に A 型の人を偏見に思ってるとかじゃなくて、うん、そう、B 型は一番自信がないの。血液型言ったら、そう、やっぱりとか言われるから、そう、そうなんだよ。聞いてくない。でも、ここぞとばかりに、自分が不器用だったりすると、やっぱ B 型だからさって言い訳にもつくんだよね。わかりみー。それは B 型の人、血液型のせいにしちゃうよな。うん、わかるわ。O型の人とか一番やっぱ血液型興味なさそう。あ、うん、どっちも良くないみたいな。確かに、どっちも良くないみたいな思ってそう。わかる。みーのお母さん A 型やからさ、いつもさ、うん、なんかさ言うのよ、そういうことを。あ、なんか、もうだから B 型なみと言われるの。そう、でもね、決めつけないでほしいですな。うん、でもね、言い訳にも使うからね、どっこいどっこいなんで。確かに、得してることも言えない。そうそうそう。次、ライブで歌うなら何歌いたいだって。次、ライブで三育に早く披露したいよね、でも。確かに、三育に早く披露したい。なんかさ、あれ、ダンスを見たらまた良さが分かる曲だからさ。ね。最高。ちゃんとなんか、発表じゃないが披露したいわ。うん、ね、あと何に歌いたいかな、うん、何を、披露って考えたらさ、やっぱ3引く2でいいんじゃないですか。ね、3引く2、うん、2人でユニットしてほしい。この前ユニットしたよね、2人で。うん、2人じゃないか、3人で。何のディズニーのおすすめのアトラクション、シーとランドどっちも知りたいです。教えてください。ランドはフィルハーマジックが私は好きです。フィルハーマジック、
私は絶対にフィルハーマジックにアランド行った時に行くんですけど、もうこれはディズニーの良さがもうそこだけで詰まってるから、なんかフィルハーマジックに行くだけで、あ、ディズニー来たわって実感できるし、満足感もあるアトラクションです。お姉さん、じゃあ次は、はい。C の方の、おすすめってありますか？D の方はですね、そうですね、センターオブジェアスとかは、やっぱり人気ですね。結構ファストパスを取るなら、まあセンターオブジェアスか、まあトイストーリーマニアとかを取ってる方がいいと思うんですけども、あ、でも今はですね、そうですね、ソアリンもすごく人気ではありますね。ソアリンは、まあ乗ってる方がいいなと思いますけど、でも、私が必ず絶対に行くのはタートルドッグかなと思いますね。すごい。ミクリンが大好きなタートルトーク。あと、ね、リノちゃんと一緒にさ、中国のさ、上海のディズあ、ニーランド行ったその の。話も5万回聞いたよ。みんなに、みんなに話してあげで、て。タートルトークが一番アトラクションの中で好きで、もう神に恋してるんですけれども、中国のそのさ、上海ディズニーランド行った時にリノちゃんに何のアトラクション乗りたいって言われた時に、タートルワーク行きたいって言ったんだけど、よくよく考えたら中国語で何喋っとるかわからん。でもタートルワークでもないし、タートルトークな。タートルトーク？タートルトークだっけ？タークトル。講談社がお送りするタートルトークへようこそ。皆さんがいるのは SS コロンビア語です。どうです？素晴らしいでしょう。あ、チャーリー、逆さまだよ。どうです？素晴らしいでしょう。このカルダモンを海の中に入れると、仲間たちがしゃべるしゃべる、ベラベラベラと、独自この魚いいって言うんですよ。どうでしょう？もの。みんないやー、最高だぜー。ええー。今、元気にヒレを上げてくれた耳が4つあるお姉さんに話を聞いていこうかな。4あ、つ、おは姉さん、い。どこから来たんですか？熊本の、なんですよ、出身が。熊本かな。熊本行ったことないけど、バッハ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 ッ。そんな感じ。いやもうね、できちゃうんだよ。それでさ、ミクリン好きだよーってやってみて。ゆっくり好きだよー。どういうこと？すごい、ちょっと意味ねえ。わかんない。クラッシュの声はそんなに似てないよ。すごいね。やピッば。チならできる。ストッツォ、あ、そう、ステッチうまい、マジで。ストッツォ、女の子と大好きだよ。すごい。ステッチミクリン大好きだよって言って。ストッツォ、めくれん、大好きだよ。すごい。マジで似てる。本物本物。声優。すごい。ね、あれ、タラちゃんできるよ。スティッチモニターステーションでは、スティッチの様子を観察することができます。コンピューター、スティッチ映して。了解。地球、生命体から外れています。え？どういうこと？スティッチ映して。了解。ドゥン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 。スティッチ何してるの？ストップ。惑星見つけた。ねえ、一人でそれさ、できちゃうね。一人でも、すごい。一人でディズニーごっこするしかないからね。すごい。だっ楽たしい。ら、そっちって、すご。トップ。できない。トップ。すごい。たーちゃんです。いや、すごい、タラちゃんすごいわ。たタラーちちゃゃんん。似いてる。たーちゃんです。あい！これ、いくらちゃくう？らちゃん。じゃ、ひまわり。ひまわり。今やけん。あすごい。似てる。りがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。最高。最 ここだ高。けモノマネする回みたいになってる。確かに。メロちゃんのマジですごい。そのさ、自分のさ、好きなやつをさ、モノマネできるのめっちゃよくない？羨まピー。さんのモノマネはね、もうできちゃうね。しかも、合ってるか分かんないけど。想像で。羨ましい。あ、本だっ当て、に。はい。だだん。いろんな漫画、アニメの中で好きな、わ、わざ？技？わ、わざ？わ、わざ？
なんだろう。みーあれ、ワンピースのルフィのケツになるやつが好きです。メルちゃんは。ゴムゴムのミーじゃなくて？ゴムゴムのミーなんだけど、なんかゴム、なんかケツになっちゃうの、硬くなっちゃうのね。そうなんだ。それが好き。なんか強くなるの、一段階、もう一段階。なるほどね。メル先輩。技って難しい。技か。私はじゃあヒロアカのハガクレさんの隠れる術、隠れてる技がすごく羨ましい。透明人間？透明人間。ヒロアカ見てない。可愛いんだよな、ハガクレさんって。全部、でもコーダくんの動物と話せるのも羨ましい。うん、うん、いいの。うん。しやすいなってね。はい。愛しごめん。ディズニーです。あ、ディズニーです。お客様、ディズニーで好きなポップコーンの味は何ですか？キャラメルです。あ、キャラメルポップコーンですね。はい、キャラメルポップコーンは大体入り口の近くにありますね。すごいでも、キャラメルと塩しかなくない？あ、チョコもあるのかな？あるあるある、いっぱいあるよ。私は、キャラメルポップコーンは、ランドだったら、あの、入り口のワールドバザールを抜けて、シンデレラ城の近くの、なんかこう、右に行ったところにパン屋さんがあるの。そこの近くのポップコーンがキャラメルだったの覚えてる。で、C は、あの、橋を、まっすぐ行って橋を渡って、あの、ダッフィーのお店があるんだけど、そこの右に行ったところの、この通路のところがキャラメルポップコーンなんだよね。めっちゃガチやん。え、すごくない？うん、働けちゃう。うん、働ける。ね、私が好きなのはブラックペッパーかな。ブラックペッパーか。マーラーポップコーン。最近出たマーラーポップコーンか。昔あったね、コンポタージュみたいなのも美味しかったんだよね。え、美味しそう。てか抹茶とかあったらいいのにな。うん、確かに抹茶とかあんまない。あ、でも私あれが一番好き。うん、あのね、ミルクティー。え、あるの？ダッフィーのエリアの近くに、ダッフィーのエリアにあるんだけど、ミルクティーポップコーン。いや、同じ値段だよ、ポップコーン全部。え、マジ？え、それ食べたいな、うん、ミルクティーめっちゃ美味しい。あの、ミルクチョコレートもあるんだけど、うん、あ、ミルクティー好き。ミルクチョコレート大好き。美味しいよね。うん、意外と、ね、カレー味ある。カレー味はね、あのカリブの海賊抜けて、あの、行くところ、ジャングルの方に行くところにあるね。え、詳しすぎて震えてる。うちも大好き。頭の中にマップあるから。すごい。場所まで覚えてるのやばい。地図あるじゃん。メルちゃんの頭の中にも地図あるじゃん。キツネがベスト着てるやつを探してるのが何なのか分かんない。キツネ、え、ズートピアのじゃなくて、ニックじゃなくて、ニック。ニックじゃないのか。こういうやつでしょ。そう。ニックじゃないのかね。昔のキャラではないけどな。最近のキャラではあるけど。キツネがベストを着てるがニックしか出てこない。ごめん。うん、すごい。あ、ある人。デデン。デデン。明日誕生日なので、あれ、出てこんへん。明日誕生日なので、待ってください。おめでとう。おめでとうございます。ハッピーバースデー、おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとう。あ、ピノキオ？ピノキオのこと？え？あれ、ピノキオってキツネなのか、あれ。キツネなのだっけ？わかんない。あ、でもキツネもう一個、もう一人いるわ、キツネのキャラクター。なんだっけ？いる？あれ、キノピオだっけ？キノピオだっけ？あの、ハットかぶってるやつだね。うわぁ、懐かしい。あの、よくね、グリーティングによくいるやつ。なんだっけ？あ、名前出てこないです。すいません。すごい、すごい。詳しい。あれだって、ジャングルクルーズ？ジャングルクルーズはアトラクションの名前。そう、ジャングルクルーズに行く方のところにカレー味のポップコーンがあるんだよ。おい。そこでね、だいたい、そう、プーさんのモノマネしようって。あー、君、ちょっと食べたいなぁ。見てねえなぁ。見なかった。食べたいなぁ。かわいい。食
ハンカストさん知ってるよ。あ、やってんやってん。さっきさ、血液型の質問多分してくれた。ほら、やっぱりそうだ。絶対そうやと思ったよ。あなたが A 型だってことはもう見抜いてたぜ。あなたで。君が犯人だ。あ、だってメルミクで出かけたところは、メルミクで遊んだ時さ、ご飯だね。ご飯行く。あ、あれ美味しかったね。なんか、辛いもの食べに行った時とか美味しかった。新大久保だね。そうそう。新大久保も行ったし、カラオケも行ったよね、なんか。行った。ミク意外とね、出かけつるんだよな。そう。え、あと、3人とかも多いよね。なっちゃんと3人とか、うん。さしこちゃんと3人とか。ね。さしこちゃん、さしめるみくも多くない割と。あれ、おいおい、写真ずっと保存してる。ディズニーの行った時の。ね、ディズニーも行ったし、なんかその前にも。家も行ったよね。え、ミクがさ、初めてリノちゃんの家行った時さ、メルちゃんと一緒に行ったよな。そうそうそう、3人でマリカしたよね。え、3人でお風呂入ったっけ。あれミク、リノちゃんと一緒にお風呂入った気がする。じゃあ一緒に入ったんかもしれない。ね、絶対メルちゃんも一緒に入ったよ、絶対。あ、うん、ね、待って、思い出したね、メイクはさ、めっちゃ昔メルちゃんと一緒にお風呂入ったの思い出した。一緒に入ったよね。めっちゃ初期。ごめん、全然覚えてない。いつ入ったんだろう。覚えててよ。いや、ミクがなんかすっごい子供だった頃、めっちゃ、あの、トイレもさ、閉めてできなかったじゃん。え、できない。お風呂一人で入れんかったもん。そう、だから扉開けながらさ、トイレしてたのめっちゃ覚えてる。トイレずっと、え、マジで、今は一人で全然お風呂入れるけど、本当に、中学の時も脱衣所におばあちゃんを、ま、うん、待たせたままお風呂入ってた。そうだよね。そういう時期があったね。あった。やば、懐かしい。一人で寝れなかったもんさ、小学6年生の時、東京行かなあかんかった時さ、一人で寝れなくてさ、メンバーの部屋めっちゃ行ってた。うん、懐かしい。夏。二人のお互いの第一印象知りたいです。第一印象、え、ミクは、なんか、あの、ちっちゃくて子供っぽいのに顔がめちゃくちゃ大人っぽくて可愛いなと思った。うわっ、うん、やったー。ミクはなんか最初にメルちゃんをバッて見た時になんか劇場、うん、昔あった劇場あるじゃん、うん、あそこでなんかメルミオさんでなんかめっちゃ仲良く話してたところを見かけて、そう、あ、メルミオさんだって思ったの。でその後にメルちゃんが優しくめっちゃ話しかけてくれたり、めっちゃニコニコしてやってくれて、うん、え、この先輩はめっちゃ優しいって思った。やったー、そう、ありがとう。メルちゃん、メルちゃん、メルズで優しくて、うん、あのさ、やっぱ最初ってさ、ちょっと怖いじゃん。なんかその、確かに確かに。あの、緊張しするじゃん。そうね。それをメルちゃんがほぐしてくれてた。ほんと？よかったわ。優しいお姉さん。おいしい。でもさ、そう、3期とか4期とかの時はまだなんかこう、もういっぱい話そうって思ったけどさ、最近はもう人が増えすぎてさ、うん、もう来てくれる後輩がもう嬉しいって感じじゃない、逆に。うん、わかる。ね。うん。米玉お化けって。ねえ、メロちゃんってさ、めっちゃお化けじゃない？お化けじゃないっていうか、いやいや、米欲はでもメル先輩は高いっすわ、マジで。いや、私は高いよ。うん、え、バケモン、マジでめっちゃバケモンです。最近こうインスタライブコラボすることが多くて、こないだ、え、誰とやってましたっけ、うん、え、結構いろんな友達とやってたんだけど、なんかみんなにも今まで出会った中でも一番コミュ力が高いって言われる。うん、すごいもん。びっくりする。なんか自分ではそんなことないんだけどね。え、すごい。何、どうして？人見知りじゃなくない？全然。え、みえ、人見知りはないけど、なんか変な、なんか空気はちょっと苦手。なんか何話せばいいんだろうっていう。ああ、何話せばいいんだろう。あのね、1対1は全然人見知りも出ないし、めっちゃフレンドリーなんやけど、なんか大勢いる前で、うん、あー、なるほどね。行くとかは苦手。あ、少人数は大かもって感じ。うんうんうん。
大家紋って何？大家紋。言葉。ピクリンゴ。急にメルちゃんとの共通点はめっちゃある。食べ物の好みめっちゃ一緒。ね、そうだよね。私が好きなものは大体好きだもんね。全部メルちゃんが好きなのはミクも全部好き。ね、ミクって意外とね食わず嫌いっていうか、なんか食べない食べることに挑戦しないタイプなんですよこの人。挑戦しない、いいよ私はいいみたいな言うんですけど、私はね、うん、結構何でも挑戦するからとりあえず食べてみようって思うんですけど、食べてみてこれもうめっちゃ好き、私めっちゃ好きだからとりあえずミクに食べてみてって言って、うん、ミクリンを頑張って誘導して食べてみたらやっぱ美味しいってね。そう、美味しい。メルちゃんが食べて実践して誘導してくれる。毒味みたいな扱いすな。先輩は毒味みたいな扱いすなよ。全然挑戦しないね私。それがすごい分かんないんだよね、なんか、うん、何が？え？私はさ、もう何でも食べてみたいっていう気持ちやけど。え、だってさ、もしもさ、ゼロもしか、うん。なんか挑戦しようっていう気持ちにならない。なんか見た目で決めちゃう時もある、しかも。ああ。うん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 。眉毛、いいね。いいね。眉毛。眉毛いいね。眉毛いいね。眉毛。でも眉毛サロン行けてないからさ、ちょっとボサボサですけど。メルちゃんにもそうだけど、ミクに目ランランだって。ランランとしてる。私はちょっと寝そべってるから、全然眠くないんだけど。マジ？うん。めちゃめちゃ元気すぎ、元気出ただって。本当？うちらの元気を。届けって感じで。こちらな今日だね。この花ちゃんの時点でもう。ちなな花の子だもん。いいんだよ。うん、この時間に逆にメイクしてるミクリンがおかしい。いや、yeah. うん。全然なんかもうねねねね眠くなくて夜になると走りたくなるんですよ。夜行性なんです。夜になるとさ、やべえ走りてーってなる。やっぱさ、前世ハムスターとかだったんじゃない？顔的に。私めっちゃガチで思うわ。さあ、この夜にさ、コロコロやるやつ？うん、そう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 。うん、リー、自分のこと前世猫やった。絶対そうだよ。え、リスだと思うんだよな、でもな。ね、スポンジボブにいるね、リスにめっちゃ似てんの。ね、前も言ってた。お前も言ってたよそれ本当に、うん、寝てるんだよ夜の方が元気、うん、なんか昼なんか絶対そういう系の動物だったんだと思うよ前世が。でもずっと猫だと思ってた。なんか夜になると飛べる気がするの。絶対猫っぽくないよ。だってかまってちゃうじゃん。なんか夜になるとどこからでも降りれそうだし、どこからでも飛べそう。だからリスも、リス飛べるって。やっぱリス。リス飛べるの？飛べるじゃん。モモンガとかでしょ。エモンガ、モモンガとかでしょ。モモンガかな。メルちゃんの前世なんやろ。メルちゃん、メルちゃんの前世。なんか、科学、めっちゃ科学者とかやってそう、なんか。あ、知人間なんだ。実験して。前世人間？うん、人間。あの、めっちゃ頭いい人間。武将っぽいなって思う、なんか。え？武将っぽいなって思う。ね、思う、みーも思う、うん、なんか平安時代とかにいそうだもん私の顔、うん、いそう。絶対平安時代でなんかねしたんだと思う。私動物ではないんだよな。絶対になんか人間っぽいんだよ、ね、なんか、うん、かんない。私は絶対動物だな、うん、絶対動物。ミクは絶対動物。でも私は絶対ね多分平安時代ぐらいにあの和歌とかたしなんでた人だよ。お前なんか刀似合いそうやな。うん、分かんない。男かもしれない全然。ありえる。ありうる、ありうる。平安時代わかるしよ。そうだよ。もしも一日だけなれるなら入れ替われるなら誰なんだ。誰でもいいの？誰でもいいと考えて。え、アイドルの中、え、どうしよう、待って。誰でもいい、アイドルの中。じゃあ、自分の知ってる、その、友達範囲。あ、友達の中で。うん、友達の中だったら、
誰かな。リノちゃん、リノちゃん。あ、まあ、そうね。そりゃそうだ。確かに。友達じゃないというか、その、広く見たら、うん、うわ、誰だろう。ミカの人になりたい。井口さん。あの、キングヌーの井口さん。おぉ。あんな高い声、透き通る声出したら気持ちよさそう。ああね。うん。レータンは、うん、私は、誰かな、私もね、男性がいいな。でも全然名前出たし、人の名前全然覚えられないんだよね。でもほら、後藤さんとかは？あ、フットボールアワーの？うん、後藤さんとか楽し、あの突っ込んで楽しそうじゃん、うん、あのあんだけ頭が良かったらさ、本人は絶対大変だとは思うけどね。確かに こっちはすか、天才になりたい。天才に、天才、天才になりたい。みーも天才になりたい。頭良かったらいいな。ガリレオさんとか坂本龍馬とかになりたいわ、生まれ変わる。確かに、うん、あ、聖母さんになりたいな。めっちゃ身内。いや嘘、絶対大変だよ。だってど頭の中どうなってるかさ、めっちゃ知りたい。確かにそれは知りたい。あとは脳みそには入りたいかも。うん、脳みその中研究したい。でも絶対こっち砕ける、うん、大変そう、うん、やろう、これやりたい。セクシーしりとりしてみて。だって何それ、どういうこと。いいよ、意味も意味が分かんないけど、セクシーにしりとりをする。とりあえずセクシーって言えばいいってことやね。オッケー、いいよ。じゃあめーちゃんからね、お願いします。しりとりで、りから、うん、むずくない、うん、どういうこと。セクシーな言葉でってこと、それとも物をセクシーに言えばいいの。どっち、視聴者さんどっちですか。どっちなんだ。じゃあ悪魔にしよう。うわっ、じゃあ私は天使にしよう。どっちなの。それそれって、いやだ、どっちのそれそれ。言葉の方。言葉の方。セクシーに言うんだって。よし、言ってみよっか。リンゴ。ゴリラ。こんなこと。ラッキョ。ヨーヨー。お、ヨーヨーおってこと。おじゃない。おか、おしり。あリス。前世リス。じゃあ声変えて言うわ。私めっちゃお姉さんみたいな声変えて言うわ。リス。スイカ。わ、やばい、すごい。ねえ、何。まだまだだよ。貨物列車。やか、うん、やってなんだろう。どのぐらいの声がいいかな。や矢印。うわーし、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 しみたけ、け、毛穴。な、な、まこ。なまこ。コアラ。サンドセル。ルール。こんなにキラキラしたルビー。い、
リコがたっぷり。もうダメだ。またかよ。終わり終わり。うん。リス。そう。リスリス。めいちゃんうま。え、めいちゃんあれになれるよ。声優、声優なれるよもう。俺が行く。すごっ。俺が行く。みえ、あの、もう一つの人格の声出せるんですよ。うん、やってごらん。なんて言えばいいですかね。なんでもいいよ。めっちゃん。どうですか。ウケる。そういうことで。え、いるんですよ、なんか。できちゃうんですよ。いるね。これこれでも、おじさんいるからしょうがない、ミクリンは。お腹すいた。めっちゃん。トラルちゃん、小松菜奈さんがやってるやつじゃん。え、そうなんですか。うん、小松菜奈さんもやってた。え、いいね。こんなことしないでしょ。菜奈さんと同じだよ。最高じゃん。え、どういうこと、どういう意味ですか。こん、小松菜奈さんの声出せるって。なんかね、ぴったんこカンカン見てたらやってた。え、見てみよう。YouTube とか載ってるかな。うん、それダメなやつ。え、仲間じゃん。ダメなやつで見ようとすな。くたばれ。うん。くたばれ。くたばれ。どこから声出してんの。喉でもう作り上げてるこの声。はあ、くたばれ。え、くたばれ、くたばれ。うん。なんかアニメ、アニメでありそうなさ言葉をさ言ってみようっていう回めっちゃ楽しかった。え、何それ、めっちゃ楽しそう。え、なんかあの質問箱でさセリフを、確かにあと何分なんだろう、もう終わりそう。確かに、あの意外と、うん、質問箱でさセリフを募集しよう。アニメで言ってそうなセリフ、女の子でも男の子でも。例えば、うん、なんかここは俺が仕留める、お前らは先に行ってろ。あ、え、すごい、言ってそうじゃない。え、それめっちゃ苦手なんだけど多分。顔でも女の子のパターンもあるよ。え、女の子のパターンない。女の子だったらなんだろうな、先生こうしちゃいましたみたいな。え、これアニメ。え、うん、です。どんか君ならきっとそう言うと思ってたよ。あ、え、いるわ。いるよね。え、あるある。なんか来てないの、セリフ。セリフをちょっと見てみます。セリフ募集中です。てんてれてん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 てれ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 て。これってさ、下が新しいコメント上じゃない。上が新しいコメント、うん、上か。てんてれてん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 てれてれて。ででん。いや、ないっすね。ないか。質問っすね。え？あ、え？ないっすね。ではいるんだよな。あと何があるかな。アニメにいる。え、これなんか表示されないんです。あ、確かにコメント欄で来てもらったら、コメント欄で。私、信じてたのに。お前だったのか。すごい。一人でできちゃうね。友達だって、信じてたのにな。すげえ。一人でできちゃう。大好き。親父、親父、大好きって言ってって、大好きって言ってあげて。大好き。お兄ちゃんのこと、たーときだよ。たーときだよ。諦めたらそこで試合終了だよ。ウェイ。ウェイ、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 ウェイ。いやー、いやー。好きになっちゃったんだから仕方ないじゃない、だって。やって。そういうのはミク担当じゃん。好きになっちゃったんだから仕方ないじゃない。あるある。謎はすべて解けた。父親にもぶたれたことないのに、だって。そうやってやって。痛い。父親にもぶたれた。やっぱあの本気でやらなきゃ。本気でやらなきゃ。本当だよ。ツンデレでお前なんか大嫌い。あ、めぐちゃんもそう。大嫌い。やってやって。好きだって。え、めぐちゃん。じゃんけんしましょう。じゃんけん、最初はグー、じゃんけんぽい。あ、今絶対に使いましたよね。あ、いや、パーだよ、パーだよ。そっか、ミクが勝ったから、めいちゃんじゃん、じゃあ。分かった。お前な、え、なんだったっけ。お前なんか、
大嫌い。嘘。好き。かわいい。大好き大好き。録音しとけばよかった。お前バカか。お、すげえ。かっけえ。うん。でるブリッコでブリブリって言ってたって。はい、ミク。おかえりなさいませ、ご主人様。ポリモリどんなんだよ。面白くない。認めたくないものだな。若さゆえの過ちというものを。すげえ。すげえ。まさかお前だったとは。まさか、お前だったとは。すご。うま。バーカ、そんなこと言わすなよ。え、かっこいい。かっこいい。え、さ、やったよね。ラジオドラマで私男役したときさ、ミクずっとかっこいいって言ってくれてたよね。うん、かっこいい。好き。めるちゃんの男役大好き。ちょ、これはもうアーカイブ残そう。え、最悪。大好きすぎて。バーロー、ずっとそばにいてよ。あー、コナンかっこいい。バー、え、ね、ねえねえ、バーロー、ずっとそばにいてよ。もう一回聞きたい。バーロー、ずっとそばにいてよ。ねえ、すごい。ありがとう、ずっとそばにいてくれて。いいね。レオちゃんならずっとそばにいると思ってた。バッバベル。ヤンキー風に焼きそばパン買ってこい、お願いしますだって。あ、ミクお願いします。み、巻き舌できないんですよね。いけるいける。いける？よっしゃ、うん、任せてください。頑張れ。おい。お前。台風来た、台風来たかな。焼きそばパン買ってこい。いや、どんなヤンキーだよ。ヤンキーじゃないろ。やっぱイカつくしないと。うん。二人でイケボと妹役いけるんじゃない。あ、ねえ、ありたい。私もうキュンキュンしちゃう。好きすぎて。え？好きすぎて、もうキュン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 倒してしちゃうから。やばい。バカ野郎、おめえのためだよって言ってください。バカ野郎、おめえのためだよ。はありがとう、兄ちゃん。マジスカ出れんわそりゃって言われる。いや、でも HKT でね、マジスカやってるんでね。やったね、懐かしい。めいちゃん名前なんでした、マジスカの。メガホン、メガホン。ああ、ミクなんだと思います。ガキ。大人。私の名前は大人だったの。くっそー、大人だったんですよ。うん。てん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 。懐かしいな。いいコンビやだって。やったね。お姉ちゃん。ミーのお姉ちゃん。愛してるの響きだけで。じゃん。あれ、チケット、チョコライト。え、さ、これさ、1時間過ぎてないのかな。え、でも、何時で始めた？何時始めたっけ？わからん。急に終わるよね、1時間経ったら、うん、多分。で、時間出ますよね、コラボしてても。で、出ない、時間出ない。だからね、急に切れる。あ、そうなんや。そうそうそう。だからね、いつもなんか、あみたいになる。あみたいな感じか。うん、OK。叩きながら。制限ないよってきたよ。どういうこと？制限はあるよな。制限ある、1時間。うん。叩きながら、バカバカって言われたいわ、だって。これの定番です。お願いします。お願いします。ひどい。ひどいよ。バカ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 。あ、可愛い。可愛い。確かにめっちゃされそうだね。バカ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 。多分もうちょいだって。でもね、1時間ね過ぎたよだって。ファンの人が。いや、1時間まで多分経ってない、経ってない。もうちょいだって。今11使って、ポッキー、ポッキー1本分、ポッキー2本分、
ポッキー3本分、ポッキー4本分、ポッキー5本分、ポッキー7本分。よし、シェアハピ。フリータイム？いや、そんなカラオケみたいなシステムあるんこれ。今日フリータイムでお願いしますって。お願いします。あ、3時間、いや、やっぱフリータイムで。3時間。てん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 。お互い。私が参加してからの、うん、そう、私が参加してからのカウントやねん。時間の。そういうことか。お互いのに？そうそうそう。そういうことか。じゃんじゃん。じゃあ、これの配信は20分に終わりましょう。今12分なんで。OK。了解しました。お互い愛の告白してだって。はい、したいです。お願いします。ずっと気になってました。その声、その瞳、その どうした？顔。大丈夫？顔。本当に。とても、うん、目から離れなくて、見えるたびに胸が梅干しみたいにギュッってなって大好きになりました。付き合ってください。なんかちょっと梅干しみたいな人とちょっと付き合わないかな。ごめんなさい。じゃあすいません。フレッシュレモンになりたいのみたいな感じでギュッとなっちゃったんですよ。あー、まあそれならいいか。まあでも俺もずっとミクのこと見てたし、そうなの？気になってたんだよな。まああんま言いたくないから一回しか言わないけど、お前のこと好きだ。好きだ。かっこよ。かっこよ。え、姉ちゃんが、ね、女の子になって告白されたいです。ミクリンおじさん的には。いいよ。あ、今大丈夫ですか？うん。あ、じゃあテレビ電話で告白してるっていう。いや、いいよ。じゃあちょっと最初からやるね。はい。電話かけてきて。あ、いや、もうね、電話してるんよ。あの、はいはい、いつも、あの、普通に電話。ノリで電話す。そう。あ、なんか今日も、ね、今日もなんか、暇だったから電話かけちゃってごめんね、急にかけて。うん、全然よ。でも、いつも出てくれるから、嬉しい。ありがとう。なんか、まあ、うん。なんか、いつも、なんか一緒に話してて楽しいなって思うし。うん。なんか、こういう時間が、なんかまたこれからもずっと続いたらいいなと思うから、まあお互い高校卒業するじゃん？うん。したじゃん？で、なんか、場所は離れちゃうけど、うん、でも、なんかずっと仲良くしていたいなって思うから、うん、もし、よかったら、めっちゃエフェクト変えるやん。文句文句。あ、ごめんね、うん。あ、ごめんごめん。ちょっと癖で突っ込んじゃった。ごめんごめん。うん、ちゃんとやって。うん。ね、うん。うん、もしよかったら、付き合ってほしいなって思うんだけど、うん、ゆくおくんはどう思う？え、待って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 。全然読めない。え、待って待って待って。マジで？え？え？どういうこと？どういうこと？え、ガチで言ってる。ガチで言ってる。友達として好きとかじゃなくて？うん？友達としてじゃなくて、もう友達として見れない。うん、マジか。え、俺らさ、俺らさ、幼馴染やん。うん。なんつうか、やっぱ、メルは、ずっと昔から、もう、うん、やっぱなんだろうな、守りたいって、すごい思ってたんだよね。ほんと？うん。嬉しい。でも、いつもね、そう、私の中でもヒーローだから、いつも私が困った時に来てくれるからね。俺がいつでも、メールを守るから、これからもよろしくな、うん。うん。私のヒーローでいてください。いやー、かっこいいねー。やばい。あなたすごいね。あなた、メルちゃんってと両方いけるなんてマジで半端ねえ。じゃあちょっと、あの、テレビ電話パターンでちょっとミックもう一回やろう。
え、いいよ。待って。幼馴染設定ね。オッケー。電話かけるとか、うん、ところからいい？オッケー、かけるところからオッケー。はい、じゃあ、はあ、緊張する。よし。ポはい。はい、もしもし。え、ごめん、寝てた？いや、もう寝ようかなと思ってたとこ。え、ほんと？え、なんかさ、うん、急にさ、うん。ごめんなんだけどさ。いや、どうしたどうした？好きになっちゃった。急に？何、あれでしょ？罰ゲームとかでしょ？え、違う。ほんとに。だって見て、誰もいない。あのね、ほんとに。いや、誰もいないのはわかるけどさ。なんか、いつ伝えようか迷ってたうちにタイミング逃しちゃったんだけど、うん、やっぱもうどうしてもいても立ってもいられないと思って告白しちゃった、うん、好き言っちゃったの？うん、言っちゃった。かわいいなお前返事はいつでもいいから。いつでもよくないけど。いや、今するよ。え？今するよ。うん、俺も好きだよ。お前って本当に面白い女だな。ありそう、アニメのセリフでありそう。お前って面白い女。本当にすごい。うまい。なんなの？でズバって言っちゃう感じいいよね。わかる。びっくりしたもん。プップップップルルルル。もしもし、今何してた？え、何もしてないよ。あ、なんかごめん、好きになっちゃった。ってやばくない？え、でも本当にリアルにもしもミクが告白するなら、うん、そうかもしれない。もうストレートに言っちゃう。うん。じゃあ、好きか好きじゃないか。じゃあ、この人が好きな人だとするじゃないですか。で、うん、この子がミクのことを好きだって確信してから告白するタイプか、別にもうミクが好きだったらこの子がもし全然興味なくても思いを伝えるか、どっちがいい？え、ごめん。これは多分今の学生の悩み。もう一回言って。だから、あの、もう相手が私のこと好きだって確信するまで思いを隠しておくか、もう、そう、自分の気持ちを伝えることを優先させるかって。これね、この前質問箱でさ、来てたんよ。高校生の女の子が相談来てたけど、うん、分かんなくて私。どうするんだろうと思って。ね、うん、若い子も分かんない。え、私は確信ちょっとさせたい、うん。え、絶対好きにさせてやるってなる。あ、そうなんだ。だって、見てるか分かんないけど、こんな時間で見てないから。マジで、あの、情報を仕入れたりとかどうですか？うんうんうん、え、どうなんだろう。情報仕入れたりね。どうなんだろうね、うん、リアルなら全社やねって。やっぱみんな好きを確信させなきゃいけないんだ。頑張って、うん、頑張ってな。頑張って頑張ってみんな頑張ってみんな。でもさ、私たちを応援するしかできないから、うん、そうなんだよ。あの、アドバイスできないんだよ、ほんと。なんもないからマジで。むしろみんなが先輩だから、うん、よろしく。ほんとにそう思う。上級ちゃん、二次元。そう、二次元でしか、二次元とか漫画とか小説とかそういうのでしか知識を得てないから、なんかもう文化祭とかがほんとにもう夢の国みたいな感じのテンションでさ、喋っちゃうんだよね。え、夢の国マジで。でもミーは将来、ね、アッシュと結婚する、うん、したい。アッシュはかっこいいよね。え、結婚はいいけど、あの、アッシュに貢ぎたい。もう全財産。あ、でもダメ。それは松丸さんにあげたい。アッシュを幸せにさせたい。でもアッシュは私はもう抱きしめてあげたいから、お姉ちゃんとかになりたい。わかるん？ってかもう20分。アッシュは。ほんとだ。20分じゃん。またコラボしようね。またコラボしようね。大好き、うん。じゃあね、終了します。おやすみなさい。バイバイ。おやすみ。早くお風呂入りなさいね。はい。バイバイ。